どうも、010コーヒーチャンネルです。ついに010コーヒーチャンネルもリーズンを13にアップデートしました。よいしょ。リーズン10をね、21年ぐらいだったかな、もうちょっと前かな、10を使い続けて早3、4年、もうずっとアップデートしてこなかったんですけれども、このタイミングで、サマーセールかな、40% オフというね、アップデートだけ、アップデートとスタジオかな、リーズンプラスか、割引してたので思い切ってアップデートしてしまいました。でね、あの10からもだいぶ間が空いてるので、今回ね、ここに載ってますけど、このポリトーンデュアルレイヤーシンセサイザーとリプレイスペースリプリーかな、リプリースペースディレイの2つが結構山っていうの目玉商品。あとは、サイドチェインツールとかステレオツールとかね、新しく入ったよっていうことなんですけれどもね、まあ間が空いてますので、ミミックね、ミミッククリエイティブサンプラーとか、あとはどれかな、ディアウトデバイスって、これもなんかあんまり見たことないねとかね、間が空いた分新しくなってます。点からはそれぐらい、あ違う、あれだ、ドラムビートマップね、プレイヤーのビートマップ、これもいいよね、こういうの欲しいなと思ってたわけですよ。ちょっと最初にこれ聞くのも変ですけど、ちょっと早速聞いてみようか。マジで。すごくね、でこれバイパスにして、これに差し替えてもいいかな、勝手に作ってくれるんでしょう。すげえな。ということでね、アップデートしたばっかりというところで、まずはね、やっぱり新しい目玉のデバイス見ていきましょうかね。ポリトーンデュアルレイヤーシンセサイザー、めっちゃ押してるよねこれね。一番の特徴はこう A と B ね、2つシンセがついてて、それをこうフェーダーでミックスして曲というか音が鳴らせるというところが一番目玉みたいですね。じゃあちょっと鳴らしてみましょうか。そうっぽいね、音。でこれを、あ、これはあれか、ミックスにすればいい。あ、A と B 同じ音じゃ違うんだ、パルスだもんね。なんで？あ、ここもエイジ、古くできるのか。やばい、早速つまずいてるぞ。モーフィングしてないよね、これね。バランスも。あ、なにこれ。あ、フェーダー、これか、フェーダーにしないといけないんですね。ここはプレイヤーの出番かな。こうしますか。これなんかさっき。レイヤーバランス、これはバランスモッド、これかな。ああ、ここでできるのね。なるほどなるほど。
もしてましたね。音源のタグ付けがめっちゃされてて、こっからめっちゃ選べると。だからキーボーキーノートの LP ってしたらこういう風に出てくると。あ、ポリトンパッチ、あ、なるほどね。ブラウザ、私がこれまでファイリングしたものはどうなるのかな。あ、ある、ちゃんと関連付けられてるじゃない。ちょっとこの辺はモザイク入れようかな。ちょっと私のネタバレになってしまうな。これで、一部では今あるシンセサイザーをそうとかの焼き直しじゃんみたいな言われてますけど、いいよね。フェーダーで変えれるっていうのは最高っすね。じゃあ次は普通のピアノにもう一つの目玉である、あー、このね、クワルテットコーラスもね、触ったことないんだけども、まずはこれですね。あー、違う、スペースディレイ、さあどうなるんでしょうか。まあ、パッと聞いた感じは単なるね、ディレイって感じがしますが、マッチニーディットスパイス、オールドスプラッシュ、これはシンプルなディレイってことかな。モジュレーション、リバーブ、バスルーム、ビークローファイリバーブ、刺したよ。あ、来た。おや？まだちゃんと直せきってないのか。あ、来た。
イ会。やっぱローファイと来るとね、弱いよね。シマレゾなんですかな。ライトスラップバック。どれだけあれあるんだろうね。たくさんあるよ。スペシャルアンビエンスオーバー、あ、最高アンビエンスオーバードライブ。アンビエンスオーバードライブとしか言いようがないな。アンビエントマルチプリケーション。あ。ほう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 。ステレオディレイ。レスポンスが遅くなったなぁ。まあまあしゃあないけど、あ、おい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 、やっぱグラフィック綺麗にしたからかな。コンビネーターがね、11で相当強くなったっちゅうね、アルペジエーター入れますか。行ってみましょう。直差しじゃないかもな、これは。こっちかな。一旦バイパスにしてこっちだね。あ、入ってんだね、ここに。オートゲイティッドにして、ミキサー、ミキサー共感はまああんまりね変わんないね、もちろんね。もうちょっと見てみようかな。変わってないよね。マスターコンプレッサー入ってる。ここにこんなバイパスとかあったかな。いや、いいですよ。他はスペシャルバスルー、バスルー、こういうの入れるよね、リーズンね。うちのバスルームより広いぞ、これは。スペシャルがやっぱり見たいね。
ビッグローファイ、これなんかお気に入りとかできないのかな。これはサンプルかな。それこそこれか。パッドパッドパッド、あ、便利これ。ビッグアナログパッド。バイパスこれだけでも太いですが、YouTube がめっちゃ押すだけありますわ。あとは、あ、そうか、ビートにもさせるってことか。ちょっとまずバイパス入れておきますよ、ね、リーズンのドクターストレックスこのフレーズですよねに入れます。あははは、最高最高です。ダーティーリードディレイ、オールドマンリード、でこれで出しますと、ディストーションが入るのね。へい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 、楽しいね。グリッチジェネレーター、こういうのも入れるよね。絶対うるせえな。ドラム入れると面白そうですね。ああ、こうか、そっちなのか。うわ、めっちゃループ増えてるんじゃないこれ。チョップドループ、ちょっとバイパスで聞いてみましょう。すでにちょっとストリー感がありますが、これをやるともついてるね。
これは楽しいぞ。ビックロ、これお気に入りに登録したいんだけど、そういうのできないのかな。フェイバリットリスト。ああ、そういうこと。とりあえず、しとくか。なんか気に入ったのどんどん入れていきましょうかね、これ。あ、そう、でも聞きましょうかね、まずね。はい、アダム・フィーリングさん、フィールディングさん。聞かせてくださいよ。ね、ポリトーン推しって感じしますね。めっちゃね、ここ使ってるね。すげえ新しくグラフィック綺麗になってる。You are.
最高ですね。じゃあ次は、もう一曲、シーン・マリー・ムレイ、ネバーレッチュゴー。え、なんで？おい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 、ラディカルピアノ入ってないの？勘弁してくださいよ。持ってる持ってる。あ、まだ入れきれてないインストルメントがあるか。でよ、てか持ってんだけどな。一回一回インストールしないといけないのかな。あ、間空いてるからね。他にもあんじゃねえの？あ、全然じゃんよ。なんか少ねえなと思ったんだよ。これ全部入れるとちょっと時間かかるかな。アップデートオール。イケメン。行くぞ。ゴー。ね、作る向きのダウなんでしょうね。ピアノがないんだけど。
してるね。はいはい、全然違いますね。あとシーケンサーがちょっと強くなったみたいな、これのこと？鉛筆ツールの下になんかあるぞ。複数ノート、へえ。あとね、なんかデモソングをダウンロードってあるんだよね。他にもあんの？デモソング、あ、いっぱいある。いっぱいある。まあまあまあ。で、ちょっともう一回新規で。個人的には非常に楽しみなミミック見ていきましょう。クリエイティブサンプラー、ベーシックバイブ、ビブラフォン、これをどうするんだ。まあ、プリセット見ていきますか。お、なんだ、見つからないサウンド、アンプクラブ、あ、マジで？これは入ってないんじゃないのか？これ買わないといけないやつじゃない？だよね、こう買えません、買えません。そんなの入れてくるんじゃないよ。ちょっと待って、鬱陶しいな、それ。グッバッチ。コードプレグレッション。当てられてないとこもあるわけね。いいよ、いいね。え？ピアノインプレッション。ああ、いいな。てか、サンプルがいいな。これに、これ入れたらめっちゃエモいな、これ。
感想も教えてくれたら嬉しいな。